アメリカでは費用がおよそ5000万円という新型のがん免疫治療薬が日本でも承認されることが決まりました。厚生労働省の専門部会は昨日、製薬会社ノバルティスファーマが申請していた新型のがん免疫治療薬キムリアの国内での製造販売を承認することを決めました。この治療法はカーチ細胞療法と呼ばれるもので、体内から取り出した T 細胞という免疫細胞に人工の遺伝子を入れて体内に戻すことで、がん細胞を攻撃しやすくする効果があるとされています。対象となるのは一部の白血病患者で、欧米ではすでに承認されていますが、1回の治療費がおよそ5000万円と非常に高額です。正式に承認された後、協議会で費用が審議され、治療が始まるのはその後になります。